皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、紅星人は教室事業もうまくいかない。自分主体で生きる人生の進めということについてお話をしてみたいと思います。紅星人っていうのは、日が暮れるとかの方の、紅ではなくてですね、物をちょうだいちょうだい系のくれる紅の紅の方です。で、紅星人の星人っていうのは星の人って書くんですけど、まあ人間の人種の俗称ですね。くれくれ星人といえばいいでしょうか。なんかオレオレ詐欺みたいな感じですけどね。紅星人っていうのがどれぐらいでしょうね。結構ね、昔にね、そういう話で、そうだな、会社に入った新人さんとかを表現するのに使ったりしたことがあったかな。もしかしたら昭和の言葉かもしれませんけれどもね。で、ちょっと最近ですね、そんなことを感じるようなことがあったので、教室の先生の経歴っていうのが、会社員を得て教室の先生になっている方もいらっしゃるし、主婦から先生になっている方もいらっしゃるので、一概にどうっていうのは言えないんですけれども、主に社会人経験がない、もしくは経験があったとしても、心が子どものような心のまま、学生のような心のまま大人になってしまったようなタイプの人は割とくれくれ星人になりがちなので、そんなところも、含めた状態でですね、どういうふうにして、考えていくと自分の人生をちゃんと生きることができるのか、ひいてはそれが結局教室事業がうまくいかない行く行かないのところの境目になる場合がありますので、今日はそんなことをちょっと解説してみたいと思います。ですね、くれくれ星人、くれないっていう星人はね、どういう特徴があるかっていうと、学生時代の時っていうのは、義務教育みたいなのもあったりとかしてですね、例えば親が学費を出してくれて学校に通うとかですね、与えられるような環境で育つ感じが多いですよね。そうすると自分からそれを主体的に取りに行ったりとか学びに行ってるわけではないので、どうしても受け身になってしまうんですよね。受け身っていうことは口を開けて待ってるっていうことです。だからその必要なものが例えば欲しいっていう時にもらえないと何々してくれなかったとか、先生がそうしてくれなかったからとか、何々ちゃんがそうしなかったからとか、全てですね、こう自分の外界、外に例えば何かがあった時に要因を求めるタイプの方っていうのは、学生時代とか、あとは会社員じゃない、主婦の人を全てそうだって言ってるわけじゃないんですよ。外と関わりが少ないタイプの人は割とこう自己主張的に生きるタイプの方が多いので、ざっくり分けるとそういう傾向があるっていうことでね、言ってるんですけれども、紅星人が多いんですよ。で、社会人になったばかり、新入社員で入ってきた時に学生気分が抜けてないとかってよく先輩から怒られるようなタイプの方っていうのも、学生気分が抜けないイコール紅星人だったりするんですよね。どういう傾向があるかっていうと、例えば先輩がですね、じゃあ A 君ね、アルファベットの A ですね、 A 君なんとかあかんとか、これ聞いてやってみてとかって、やってきてとかやってみてとかって言った時に、そのできなかったとするじゃないですか。それがで、その時の大抵の言い訳が、なんとか先輩が教えてくれなかったからとか、どこどこ行ったけどそうしてもらえなかったからとか、そういう言い訳が結構多かったりするんですね。それっていうのは、
そこをどうにか代案とかその場でできる対処を考えて対応するのが社会人の在り方で、そこでこう何て言うのかな、変化対応能力っていうか、この人は仕事ができるな、仕事を任せても大丈夫だなっていうことを、任せられるようになるんですね。だからよく、そうだな、代案を考えなきゃいけないような時、例えば会社で、例えばそうだね、これを買ってきてみたいに彼に言われたとするじゃないですか。文房具でも何でもいいですけど、それはその会社のその時に例えば必要なものだったとして、先輩ないしは上司から買ってきてと言われて、で売り場に行きました、ありませんでした、帰ってくるみたいな、これって言った意味ないですよね。それに似たようなものの代案提示とかもなく、自分で考えることもなく、ありませんでしたって書いてくるだけ。これをやるとですね、仕事の能力ないなっていうふうに通常思われます。で、同じようなケースだったら、今はね携帯とかがありますけれども、その近いところでですね、似たような機能を持つものが、あれば、それを代案として買ってくるっていうことだってあり得るんで、その機転を利かせられるかられないかっていうのは、お仕事能力、それがものすごい10倍もするような値段のものを買ってきたらバカとか言われるかもしれませんけれども、通常の範囲であれば、そんなことは言われないですよね、通常はね。ですから、何か事象が起こった時に、変化にどれだけ柔軟に対応できるかという、この変化対応能力ですね。これも、社会人になったらどうしても必要です。だから、与えられるだけのものを待ってる、指示待ち人間っていうふうに私言うんですけれども、指示待ち人間と紅青人、これがですね、本当に仕事できないなっていうタイプ。男女問わずです、どっちでも。っていうのを、部下を見て感じたことがありました。言って治ればね、まだいいんですけど、結構長年の資質で染みちゃついちゃってる場合にはなかなか治らないし、親御さんもそういう育て方をしていない場合には、要は割と甘やかすか、先回りして全て親がやってしまうっていう環境で育った子どもは、罪悪感もなく、それが当たり前と思って育ってしまってるので、ある意味罪っていうか、もう親が罪ですね。その子が成長する機会を奪っているので、そこがね、大人になった時にこう、場合によってはですね、動かない、自分で主体的に動かないから気が利かないって言われる場合もあるし、空気を読まない KY な人っていうふうに言われてしまうこともあるので、本人がやっぱね、意識しないとこれ変わっていかないんですよ。ですから、その主体的に生きるっていうことは、人の責任にしないでその場の対応を切り抜けるっていうことをできる能力、ある意味サバイバル能力かもしれませんけど、与えられた環境の中で応用をどれだけ利かすことができるかっていうのが、大人になったら必要な能力です。で、本題のその教室授業がうまくいかないっていうのも全く一緒で、環境を整えるのを待っていると整わないんですよ。ある程度見切り発車的にでも、じゃあこのレッスンをやりながら修正して動いていこうっていう人は、修正ができるんですけれども、これが整ったら、このスキルが身についたら、これができるようになったら、お客さんがこういう状況になったらっていう、ものすごい条件いっぱいくっつけて動こうとしない方とか、あとはやり始めた時に、言い訳をやっぱりしますね。その時は時期が悪かったからとか、誰さんがそういうふうにしてくれなかったからとか、自分の中に要因を見つけながら改善をするんじゃなくて、外に要因を見つけちゃって自分を正当化するタイプの人は、やっぱり成長しないし、お客様の信頼をつかみにくいタイプで
ですね。自分が欲する人だから、教師とか講師っていうのはどちらかというと与える側の職業なので、お客様よりも先回りして与えなきゃいけないタイプの職業になります。だから町の姿勢では先生ってできなくって、生徒さんを成長させるためにどういうふうに動いていったら、どういうふうに教えたらっていうのを常にフル充電で、まあ、考えるっていうことが必要に なります。でその際に、例えば私なんかはね、セミナー講師とかやってますけど、下調べもするし、準備とかもちゃんと調べるんですけど、それでも当日何が起こってもおかしくはないんですよ。ケーブルとかも持って行ったとしても、そのケーブルが何かの都合で断線になって映らないとかですね、準備万端に自分がしようとしても会場の方で何かトラブルがある場合もあったりするわけで、マイク使える予定で全部手配してたのに音響が入らないとかね、接触がどうのかで係の人が捕まらずにセミナー始まるみたいな、まあそうするとお腹の底から声出して声マックスで喋るしかないんですけども、それでも声が出ればそういう対処ができます。辛いのはプロジェクターですよね。プロジェクターが映らないっていうのはかなり致命的なんですけど、まあ一応スライドの内容とか私頭に入っているので、それを身振り手振りとでホワイトボードを使いながら理解させる風に、例えば2時間のセミナーだったとしても、その場でやり方を切り替えます。やりようがない場合にはプロジェクターが映らないとか、まあないんですけどね、ないんだけど最悪そこまで考えてるっていうことです。でその段において、いや会場がそうしてくれなかったからとか、会場のプロジェクターが壊れちゃったからとか、自分のプロジェクターを持ってったものが壊れたとしても、その自分がセミナー講師だったとしたら、その時にできる最善の状態を尽くして頑張るしかないんですよ。会場が悪くても、会場が悪かったからっていうのはお客様には全く関係がないことなので、自分で自分の人生を生きる、ないしは自分で自分の人生をコントロールするっていうふうに決めることができないタイプの人は、何か事象が起こった時の、特に悪い原因ですね、要因を絶対外に見つけます。で自分は悪くないとか、自分はだからできなかったんだみたいな逃げ道を作る方が結構多いですね。ですから環境を待つだけじゃなくて、自分が環境を作るっていうふうに考えれば、集客も全く一緒で、集客できるタイプの人とできないタイプの人、やっぱ大きな違いのところは自分が主体的に動いているか動いてないか、要は町の姿勢になっている人は集客が難しいっていうことです。それが例えば口コミであったりしてもです。口コミだけで集まってきてずっとやってたんですっていうことは、確かにそれは勲章だし素晴らしいんですが、時代は変わるんですね。口コミだけでは教室が持たない時代になってきた時に、そこに例えばあぐらをかいてずっとやっていたとしたら、集客のしようがないから、自分でコントロールができないから、結局どんどん自利品になって教室廃業になっちゃう方とかもいらっしゃいますから、ビジネスっていうのは変化対応業なので、世の中が変わったらそれに合わせて自分も変えなくてはいけない。でその時には当然、今まで、自分が主体的に動いてなかったとしても、主体的に動いてコントロールをするという形に持っていかない限りは、うまくいかないです。だからしてくれないとかっていう言葉を、してもらえなかったとかね、くれなかったとかいうのを聞いただけで、ああかなり幼稚だなっていうふうに思いますね、教師の先生としてはです。主体的に動かないといけないから、そんなのどういう状況になっても生徒さんとかお客様にはさっぱり関係ないことなんで、それも含めて引き受けることができて、その場の一番できるベストのパフォーマンスをどれだけ作ることができるかということが必要になります。ですから、もし自分がですね、この人がこれをしてくれなかったとか、やってもらえなかったからとか、
そういうことをうっかり口に出しそうになった時には、ちょっと私のこの言葉を思い出してください。全てそれも環境も起こった出来事も全てひっくるめてその場で対処するのが大人の仕事のやり方だし、パフォーマンスの出し方になるので、その段においてそこで文句言ったってもう間に合わないんですよ。もう生徒さんそこにいるし、私だったらセミナーに来てくださってるお客様はそこにいるので、いやすいません、プロジェクターが壊れちゃったんでっていうふうに言っても、お金払って聞きに来てるわけですから、それ相応の満足で返さなきゃいけないのに、それが理由にはならないということです。最大その瞬間にできることをどうするかっていう、まあだから準備の段階でそれも想定しながらやっていくっていうのももちろん必要なんですけれどもね。ですのでまとめますと、紅星人は教室授業もうまくいきません。ですので自分がもし考え方的にその傾向が強い方は、逆に自分が与える側になるっていうふうに決めて意識を持ち方を変えると、一歩先に動くことができるようになるので、結果お客様生徒さんからの信頼も増えるし、集客とかあとはお仕事が増えていく方に循環するようになっていきますので、騙されたと思って、そういう意識の思考に変えるっていうことをトライしてみていただければというふうに思います。それでは。